はい、今日はね、誹謗中傷とかね、アンチコメントをする人のね、特徴についてお話しさせていただきたいと思います。あとさらにね、対策もお話しさせていただきたいと思います。では始めていきますね。はい、それではね、今日は誹謗中傷する人とかね、アンチコメントをする人の特徴についてね、お話しさせていただきたいと思います。あとはそれに対する対策についてもね、お話しさせていただきたいと思います。ね、ではちょっと見ていきますけども、まあ、誹謗中傷とかね、アンチコメントする人って言ったら、言えばちょっと心のね、ちょっと貧しい人が多いんですね。まあ、私もされたことはあります。やったことはないんですけどもね、やっぱしね、やる方っていうのはちょっと心の貧しい人なんですね。で、どういう特徴があるかあったら、この黄色3つが1つありますね。見ていきましょう。まずはあったら、嫉妬深い人ですよね。まあ、嫉妬心があるっていう方ですよね。なんか妬みがあったりとかね、なんか羨ましいなとかね、あいつうまくいってなんか悔しいなっていう方ですね。そういう場合はちょっと足引っ張ってあげようとかね、なんか意地悪してやろうっていう方がやっぱしいますね。まあ、男性でも女性でもいますね。で、まあどういう人が特に多いかって、まあ同業者ですね。まあ私も独立してすぐの時ね、まあちょっと目立ったりとかすることもあったんでね、まあ足引っ張られます。同業者からもよくやられます。でもそんな相手にしてたらね、アホらしいなーっていうのと同じレベルになっちゃうから、もう私は相手も無視してね、相手にしないようにしてます。ね、まあどの業界でもあるとは思いますけどもね、まあこういうことをやってるやつっていうのはやっぱり自爆していきますから、もうほっといたらいいと思いますね。もう相手にしないっていうのがね、腹立つけどね、もう相手にすると自分のね、運とかね、あとは得っていうのが落ちていきますから、もうほっとくっていう感じですね。同じ土俵で戦わないってことですね、が一つあります。あとやっぱりね、やるやつって自分に自信がないやつが多いんですよね。でね、誹謗中傷とかね、匿名でやってくるわけですよね。堂々とね、自分の名前をちゃんと名乗った上で意見言うんであればね、まあ正々堂々として対等やからね、まあ意見の言い合いはできるんですけども、まあそういうやつは大体こそこそしますね。でマウントを取ろうとするわけなんですよね。まあマウントを取るって、まあとりあえず相手をね、叩いてね、自分が上ですよっていうアピールをしたいわけなんですよね。で上から目線で大体ものを言ってきます。まあほぼほぼ喧嘩腰ですよね。押さえつけようとするわけなんですよね。で、まあ、文面見てたら、あ、この人怪しいなっていうのが、やっぱ身内じゃないけどこれ同業者分かるわけですよね。まあ、私もどちらかといえば勘の鋭い人間の方なのでね、まあ、普段のトークの仕方とか文面とか見てたらね、あ、多分この人やろうなと思ってちょっとジャブ打ってみると、あ、やっぱこいつやなっていうのは大体分かります。で実際に話してみるとね、もうこびてくるんですよね、なぜかね。もう目の前におったらなんかこびてくるんやけど、私がいなかったらなんか陰でごそごそ言うやつもいますね。まあ言うたら悪いけど、しょぼい人間とかね、もう残念な人とか、もうかまってちゃんなんかなっていう感じですね。もういい大人やねんけどね、もうそういう人の中にはいます。まあそういう残念な人にはもうならない方がいいですよ。でこういうことね、そういう人はやっぱしね、自滅していく方が多いっていうのがありますね。であとね、この誹謗中傷とかアンチコメントする人ね、特に SNS でやってくる人は、今度ね、もう AI の時代ってね、ほんと監視時代になってくるから、誰が誹謗中傷したかとかね、あとバッドボタンを押したとか、もう誰が毎回毎回バッドボタンね、動画とかもそう、始まった瞬間にすぐバッドボタンを押すやつとかっていうのは、 AI が全部ね、実はもう分かるようになってきてるみたいなんですね。もう Google とか YouTube とかもそうやし、あとはまあ Facebook とかもそうですよね。ああいったのもね、もうかなり進んでますからね、自分のやってる情報がね、実はどんどんね、権力者の方向にも情報がいってたりとかね、 AI が今度ね、人をね、段階別に分けていくみたいなんですね。だから日頃からね、いいことをしてると、あ、この人いい人っていう風に AI が見なしてくれますね。なんかトラブった時でも AI が、あ、この人多分大丈夫、今までの経験上とか生活の流れとか SNS の投稿の仕方とかいいねとかコメントの書き方から言ったら、まずこの人は犯罪する人じゃないっていうのをすぐ分かるようになってくるみたいです。逆にずっと誹謗中傷とかね、なんか陰でごそごそしてたりとか、なんかいつもバッドボタンばっかり押してるやつとか、足引っ張ることばっかりしてるやつは、やっぱしね、なんかトラブった時とか犯罪に巻き込まれた時に、あ、
そいつが今回悪くなかったとしても、いやこいつ今までの経験上怪しいっていうふうに見られるところがあるみたいね。だから普段からこういう誹謗中傷とかね、アンチコメントとかやらない方がいいと思いますね。でまあやっぱしやるやつっていうのはこの視野が狭かったりとかね、もう案外思い込みが激しかったりね、あとはもう被害妄想とかね、もう勘違いですよね。でなんか変にコンプレックスみたいなの持ってる人はね、やりやすいっていうのがどうも傾向であるみたいやからね、ちょっとね思い当たる方はもう今日からでもすぐやめていった方がいいかと思いますね。でまあ一応もしされた場合ね、嫌やけどされたなっていう場合はどういう対策を取っていけばいいかですよね。まあ基本スルーでいいんです。相手にしない方がいいですね。カチンと来てもそんなん言い返す必要はないっていうのがあります。あとはまあ削除したりとかね、ブロックするっていうのもあると思います。でよっぽどひどいなっていうやつに関してはもう訴えたらいいと思いますね。これ刑事告訴もできるし民事告訴もできますけども、ちょっと警察絡ました方が早いと思います、うん、無駄なお金も使わなくて済むからね。まあ、 刑事告訴いろいろ、まあ、ありますけども、まあここですね、まあ、名誉毀損とかね、信用毀損もそうですね。あと侮辱罪とか、まあ、営業妨害ね、営業妨害罪とかもそうですね。あと脅迫罪、これ全部刑法でね、訴えることもできますし、警察を絡めた方が多分解決早いと思いますね。っていうのでよっぽどひどいなと思ったらね、ちょっと訴えるっていう方法もありやと思います。まあちょっと時間と労力がね使われる場合があるかもしれませんけども、うん、まあまあここら辺で済むようだったらこれでね、まあ相手にしなければいいんですけどもね。でやっぱしね、この3つね、当てはまる人ってやっぱり人生も全然充実していない人が多いと思いますね。いつも不平不満ばっかりとかね、もう全然自分には自信のない人とかね、もう他人の荒探しが趣味みたいな人がいますね。もう不平不満とか、もうずっと時間を費やして暇な人ですね。だからこういう人はあんまり相手しない方がいいと思いますね。相手してたら自分のね、ほんと運気とか品性とかね、徳っていうのが落ちてきたりしますからね。というわけでね、まあ、誹謗中傷とかアンチコメントね、まあ、基本やらない方がいいし、されたらされたで、ね、もうちょっとここら辺でもうスルーとかね、もう削除とかブロックしていけばいいと思います。で、あまりにももうひどかったらもう訴えるっていう方法もまあありますからね。はい。というわけでね、今日もまた見ていただきましてありがとうございます。またね、次回の動画でお会いしましょう。では、失礼いたします。